そして1986年3月ワシントンにある FDA でフグ輸入に関するミーティングが開かれた。クラウカは万全の体制で臨んだ。フグは免許を持った専門の調理師によって加工されるので安全です。免許とは何ですか？アメリカにはありませんが、日本には調理師免許という制度があります。特にフグに関しては毒がある部分の解体知識など特別なトレーニングを受けるフグ調理師というものがあります。それは国家資格なんですか？いいえ、都道府県別に設けられています。それでは調理師のレベルが判断しにくい。しかし私がフグを仕入れようとしている山口県の調理師免許は非常に取得が難しく6年はかかります。そんな熟練の職人がさばいたフグは安全なんです。山口県知事もこのように山口県の調理師によって処理されたフグによる食中毒はこれまでに一件もないと証明書をくださっています。そんなに安全なのであれば、なぜ有名な歌舞伎俳優がフグを食べて死んだのですか？倉岡が全く予想していない質問だった。倉岡は下関のフグの加工場を記録した写真や厚生省からの専門的なデータを提出する一方で、ある日 FDA の担当責任者に宛て一通の手紙を書いた。日本人と数千年の付き合いがあるフグ食文化をアメリカに紹介したいのです。他国の文化を取り入れ独自の文化を作り上げてきたアメリカだからこそ、そのエッセンスは必ず吸収されます。そしてアメリカの食文化の形成に必ず役立つと確信しています。